も皆さん。じゃがいもです。マリサだぜ。今回は、誰でも簡単に作れるシュルカートラップの作り方を、皆様にご紹介します。シュルカーを連れてくるのがちょっと大変だけど、トラップ自体の作り方はとても簡単だよ。では、早速作り方について、解説したいと思います。早速解説解説。まず、エンドポータルに砂を落としましょう。一番上の岩盤に砂を設置するよ。6個くらい設置したら、エンドポータルに飛び込みます。エンドポータルに飛び込むと、初期スポーン地点にワープするぜ。近くを見渡すと、先ほど落下させた砂があるはずです。この砂のある場所に、シュルカーがワープしてくる。現世でシュルカーを移送するのは面倒なので、この場所の近くにトラップを作ることをお勧めします。まあ、シュルカーを移送するのが面倒というだけだから、別にこの場所以外にトラップを作っても構わないよ。トラップを作るために、初期スポーン地点周りを整地しましょう。トラップを作る場所を決めて、そこから上下左右13マスほど整地しておこう。砂を置いた場所から下22マスくらい下がったところにトラップを作ると、シュルカーをトラップに運ぶのが楽になります。まあ、別に12マス下がってなくても何の問題もないよ。移送が楽ってだけ。そう考えるとこの地形は12マス下がってたから、ちょうどよかった。整地できたので早速トラップを作ろう。まずは必要素材を確認します。必要素材はこんな感じです。特にレアなアイテムはないな。ウィザーローズはトロッコを24コークなど、窒息ダメージで処理させるというのも手ですね。じゃあ早速トラップを作っていこう。まずトラップを作る場所に、8個仮ブロックを設置します。仮ブロックを設置したら、仮ブロックの上に建築ブロックを設置。設置した建築ブロックにさらに5個建築ブロックを設置します。建築ブロックの先端に動画のように仮ブロックを設置して、仮ブロックの上に建築ブロックを動画のように3個設置。3個目の建築ブロックの上に2個建築ブロックを設置します。そしたら一番最初に設置した建築ブロックの上に、建築ブロックを3個設置しよう。そして、反対側の一番上の建築ブロックに、建築ブロックを4個設置します。設置した建築ブロックに仮ブロックを設置して、仮ブロックに不等価ブロックを設置する。とりあえず、こんな感じになっていれば OK です。横から見るとこんな感じです。続いて、動画のように建築ブロックにボタンを設置しよう。反対側にもボタンを設置。このボタンはシュルカーをワープさせないためと、湧き潰しのために設置しているよ。そして動画のように糸を設置します。糸の隣の建築ブロックに仮ブロックを設置。仮ブロックに建築ブロックを2個設置します。設置した2個の建築ブロックに旗を設置しよう。別に不吉な旗じゃなくてもいいですよ。余ってたから使ってるだけです。旗の下にトラップドアを設置しよう。そしたら動画のように、トラップドアの右横を中心に建築ブロックで囲います。不等価ブロックの下にはブロックを設置しないで開けておいてね。建築ブロックを設置したら、不等価ブロックに溶岩を設置します。そして、不等価ブロックの下に、トラップドアを設置しよう。動画のようにトラップドアが開閉するように設置してください。トラップドアを設置したら、不等価ブロックの上にレバーを設置しよう。レバーを設置したら、レバーはオンにしておいてください。動画のように開閉するか確認してね。そしたら次は、動画のようにツタを設置しましょう。3つくらい設置しておけばツタが伸びて、はしご代わりになるよ。ツタを設置したら、トラップの周りをガラスで囲います。
ボタンを設置するのがめんどくなるから、ガラスは必要最低限の方がいいね。ガラスを設置したら、スノーウォーレムを5体ないし10体召喚します。動画のように雪ブロックを2個置いて、雪ブロックの上にくり抜いたカボチャを置けば OK。とりあえず7体召喚しておきます。設置できたら、仮ブロックは撤去しておこう。続いて、建築ブロックにボタンを設置します。上下左右すべて漏れなくボタンを設置してね。漏れがあるとシュルカーがそこにワープしてしまいます。ここは実はかなり大事な作業です。ボタンを設置したらとりあえず現世側のトラップ作成は一旦 OK。仮ブロックをすべて撤去しよう。建築ブロックの上にも下にも横にもちゃんとボタンがついているか確認しましょう。シュルカーがこの建築ブロックに入らない原因はボタン設置漏れだよ。注意。ちなみにここは一応湧き層になります。よし、では、湧き層にシュルカーを連れてこよう。ここからの作業が今回のトラップ作成で最も大変なところです。まず、エンドポータルの周りをハーフブロックで湧き潰ししておこう。エンドポータルを中心に上下左右13マスくらい湧き潰ししておけば OK です。エンドポータル以外にワープ先がなければ、エンドポータルに入るしかないというわけだな。エンドポータルの岩盤周りも適当に湧き潰ししておいてください。あ、これ、ピストンにもボタンを設置してね。置き忘れてるな。もしウィザー処理装置を作っている場合は、ここもボタンで湧き潰ししておいてください。ここにもワープしてくるよ。エンドポータルへのワープの優先順位はかなり低い。多分、エンドポータル以外にワープ先がない場合に、エンドポータルにワープするんじゃないかな。シュルカーをエンドポータルに連れてくるために、レールを敷こう。レールは37個設置後、パワードレールを1個置くのが一番効率が良いです。もしレールが足りなければ、レールとパワードレールは無限増殖させられるよ。やり方はググってね。ここが今回のトラップ作成で一番大変な作業です。地道に頑張ってください。レールを敷く前はエンダーマンが湧くけど、レールを敷いたらエンダーマンは湧かなくなるから安心してね。拠点からエンドシップまで最短でも2000ブロック以上離れてて涙目。ポータル経由で連れてきてもいいよ。我々はポータル壊しちゃったから、レールで連れてくるよ。レールを敷いたらシュルカーをトロッコに乗せます。まずボートに乗せるといいよ。シュルカーをボートに乗せたら、レールの上に移動します。レールの上に移動したら、レールにトロッコを走らせよう。するとなんと、ボートごとシュルカーがトロッコに乗って運ばれていきます。我々もトロッコで後をついていこう。ジャンクロードがあるので、あまり距離が離れすぎるとシュルカーを乗せたトロッコが動かなくなります。こえエンドポータルに到着したら、シュルカーの乗っているボートとトロッコを壊しましょう。あとはワープするのを待つだけだぜ。結構すぐワープする。ワープしました。周囲にシュルカーの声が聞こえなければ成功です。そしたらエンドポータルを通って初期スポーン地点へ行こう。いた。無事に現世にシュルカーを連れてくることができました。シュルカーの周りをブロックで囲っておこう。そうすれば、ワープすることはなくなるよ。現世にシュルカーがいるの初めて見た。なんか可愛い。ちなみにこちらは NG シーン。これだとワープしなくなるので、失敗だよ。こうなるとボートもトロッコも壊せません。ワープ以外で直接シュルカーを現世に送ることはできないので、注意しましょう。そしたら早速、シュルカーを湧き層に入れよう。動画のようにボタンを取り除きます。上3つと側面1個だな。そしたら、端から2番目の建築ブロックの上に、レッドストーンブロックを設置します。レッドストーンブロックの側面にはボタンを設置しておこう。そしたら次は、レッドストーンブロックの隣にアクティベーターレールを設置します。
あとは動画のようにパワードレールを敷こう。シューカーのところまでレールを敷きましょう。アクティベーターレールは信号がオンの時にトロッコで通ると、自動的にトロッコから降りるよ。つまりアクティベーターレールの上にシュルカーを連れていけば、勝手にトロッコからシュルカーを下ろしてくれます。動画のようにレールをつなぎましょう。そしてシュルカーの隣のブロックを壊して、レールを敷いて。トロッコを走らせれば OK です。トロッコからシュルカーが降りていることを確認したら、少し待とう。ボタンを正確に設置できていれば、シュルカーが脇層の中に移動します。旗の横の糸の上だな。この位置にシュルカーがいれば、移送成功です。シュルカーを脇層に入れたら、ボタンを撤去しよう。脇層の真ん中のボタンは撤去しないようにしてください。ボタンを撤去するついでに、レールも撤去しよう。こんな感じになっていれば OK です。真ん中にボタンを設置しておかないとシュルカーがワープするよ。注意。次は、シュルカーを処理槽に送る装置を作ります。シュルカーの下に立って、動画のように T 字にブロックを設置しよう。そしたら、動画のように建築ブロックを2個設置します。建築ブロックの両端に8ブロック建築ブロックを設置。反対側にも建築ブロックを8個設置。もう1個の建築ブロックにも同じように建築ブロックを設置するよ。続いて、建築ブロック26個建築ブロックを設置します。そこからさらに建築ブロックを16個設置するよ。17×17 の正方形の壁を作ります。そしたら次は、動画のように仮ブロックを3個設置するぜ。そして、仮ブロックに建築ブロックを1個設置します。もう1回仮ブロックを3個、建築ブロックを1個設置する。反対側も同じように仮ブロックと建築ブロックを設置します。17×17 の壁をあと4個作るよ。そしたら壁と壁の間に、19×19 のネザーゲートを作ります。1個仮ブロックを設置して、その上に黒曜石を設置していこう。19×19 のネザーゲートを4個作ります。ネザーゲートを4個作ったら、シュルカーの真下の座標をメモします。X 座標と Z 座標の値をメモしよう。F3 で座標を表示するよ。私の場合は X 座標が166、Z 座標がマイナス239です。座標をメモったらネザーゲートを起動しよう。ネザーゲートを起動したら、ネザーゲートの中に入り、ネザーに移動します。ネザーに移動したら、出てきたネザーゲートは壊しておこう。ここに繋がったか。ここ来たことある。
続いて、看板の上に移動します。右の真ん中のターゲットブロックってところを見て、127になっているところを探そう。127になっているところを発見したら、はしごを設置してはしごを登りながら、看板の切れ目にエンダーパールを投げると、看板の上に移動することができます。ここに処理層を作っていくよ。平らで作りやすいし、看板の上には他のモブは湧かないからね。近くに他のモンスタートラップがあるけど、運よく被らなかった。ラッキー。そしたらここにもネザーゲートを作って、先ほどの湧き層のゲートと繋げるよ。先ほどメモした座標を8で割ります。私の場合 X 座標が166、Z 座標がマイナス239です。8で割ると X 座標が21、Z 座標がマイナス30だね。つまりここにゲートを作れば OK です。すぐにゲートを作らず、まずは仮ブロックを21個設置してください。その上に黒曜石を設置するよ。Y 座標の高さが150になっていることを確認してね。あとはここにネザーゲートを作れば OK です。ゲートを作ったらネザーゲートを起動して、ゲートから現世に帰るよ。無事に湧き層のネザーゲートと繋がりました。ゲートが繋がったことを確認したら、処理層作りに戻ろう。まずゲートの角を削ります。そして、ハーフブロックを黒曜石に設置するよ。続いて、一番下の黒曜石の側面に、ハーフブロックを3つ設置します。反対側にも同じように3つ設置。ネザーゲートの反対側にもハーフブロックを設置します。端から2番目のハーフブロックに仮ブロックを設置して、仮ブロックにハーフブロックを設置。設置したハーフブロックに追加で5個ハーフブロックを設置します。こんな感じになっていれば OK。そしたら次は、黒曜石にボタンを設置します。シュルカーがワープしないように、上下左右すべてにボタンを設置してね。黒曜石の上にはハーフブロックを設置。多分、ボタンでも OK です。見えないけど黒曜石の下にもボタンを設置しておいてね。そしたら次は、ハーフブロックの2マス下に、植え付きでハーフブロックを設置します。動画のように仮ブロックを設置して、仮ブロックにハーフブロックを設置しよう。設置したハーフブロックにさらに7個ハーフブロックを設置します。ハーフブロックの数や設置位置、高さを間違えないように注意。ここからさらに9個ハーフブロックを設置します。あとは反対側と同じように設置して、四角形を作ろう。上から見るとこんな感じです。間違えないように注意。そしたら左端から5マス目に、アクティベーターレールを設置しましょう。4マス目には土ブロックを設置しておこう。今我々が乗っているところだよ。これアクティベーターレール、4マス目に置いた方が良いかもしれません。後で詳しく理由を解説するよ。てか、4マス目、土ブロックの前にアクティベーターレールを置いてね。それ以外の箇所にパワードレールを置いて、角にレールを設置しましょう。そしたら動画のように右から3個目のハーフブロックに仮ブロックを設置。3個設置します。3個目の仮ブロックにハーフブロックを下付きで設置。ハーフブロックの横に仮ブロックを設置してハーフブロックを設置するんだけど、アクティベーターレールを土ブロックの前に設置している場合はもう一つ左にずらして設置してね。左側も同じように仮ブロックとハーフブロックを設置します。しつこいけど、真ん中のハーフブロックは左に1個ずらして設置してね。そしたらハーフブロックの下にレバーを設置して、レバーをオンにします。
レバーはパワードレールとアクティベーターレールに信号を送るために設置しているよ。パワードレールとアクティベーターレールに信号が伝わっていることを確認してください。こんな感じになれば OK。反対側にもレバーを設置して、レバーをオンにします。これでパワードレールとアクティベーターレールに信号が伝わった。そしたらアイテム回収槽を作ります。土ブロックの下にチェストを設置するよ。そして、チェストの上にホッパーを設置します。次は、土ブロックに鎖を設置するよ。2個設置してください。設置したら、土ブロックを一旦撤去します。そして、ホッパーの上にレールを設置。レールの上にホッパー付きトロッコを設置します。ホッパー付きトロッコ設置後レールは撤去。続いて、動画のようにピストンを設置します。ピストンに土ブロックを設置して、ピストンにボタンを設置。ボタンを押してピストンを起動します。動画のようにホッパー付きトロッコと土ブロックが合体したら、ピストンや仮ブロックは撤去して OK だぜ。土ブロックの右横にも鎖を設置します。土ブロックの上にウィザーローズを設置。ウィザーローズがなくてもなんとかなるかも。トロッコを24個設置したりね。トロッコを設置しなくても、24体シュルカーが溜まれば窒息ダメージを受けます。鎖の上に板ガラスを5枚設置して、処理槽完成だぜ。ウィザーローズの上にシュルカーが溜まって、処理されます。アイテムはホッパーを通ってチェストに格納されるよ。そしたら、チェストを増設します。チェストの数は任意だけど、地上までホッパーで繋ぐのをおすすめするぜ。この位置だとシュルカーに攻撃されて、煩わしいからです。取りに来るのも面倒だしな。こんなにチェストいらないという場合は、ホッパーで一番下のチェストまで繋げれば OK です。お好みで。こんな感じにするのがおすすめだな。そしたら、現世とネザーを繋ぐゲートを作りましょう。黒曜石から16ブロック以上離した場所に、ゲートを作ろう。これくらい離せば湧き層のゲートと繋がることはありません。このくらい離して、ネザーゲートを作って起動しよう。そして、ネザーから現世に行きます。現世に出た。湧き層のゲートと繋がっていなければ OK。出てきた時に我々のようにどこに湧き層があるのかわからない場合、整地した方が良いかもしれません。我々の場合、山岳というか、森というか、立地が悪すぎるぜ。というわけで、整地しました。こんな感じで、湧き層とネザーゲートが見えてると移動が楽になるよ。お好みで。そしたら最後の仕上げです。ネザーゲートをトラップドアで塞ぎましょう。正面と背面両方塞いでおこう。あとはトロッコをレールの上に走らせて、トラップ完成です。二つ以上トロッコを走らせると、トロッコ同士がぶつかってトロッコが止まっちゃうことがあるから、トロッコは一個だけ走らせておくといいよ。一個でも十分です。問題なく稼働します。これでトラップ完成だぜ。お疲れ様でした。これでも問題なく動くんだけど、不具合が発生する場合があるんです。ここからは不具合を解消する方法を紹介するよ。不具合を解消する方法は簡単です。アクティベーターレールを、土ブロックの前に置くだけです。このままだと、土ブロックの前でトロッコが止まったり、アクティベーターレールにシュルカーがワープしたりすることがある。そうならない人もいるみたいですが、我々はなりました。
このようにすれば、トロッコが止まることはなくなるよ。レバーとハーフブロックもアクティベーターレールの横に設置してください。では、トラップを稼働しよう。下を登って、レバーをオフにするよ。こうすると、トラップドアが開いて、シュルカーに向かってスノーゴーレムが雪玉を投げます。雪玉は溶岩でダメージがゼロになるよ。雪玉が当たると、シュルカーは増殖します。増殖して、ネザーゲートを通って処理槽にワープする。そして、処理槽で処理されるというわけです。非常に面白い仕組みですよね。下からも見てみよう。この装置めっちゃ面白い。以前はシュルカーは無限増殖しなかったんですが、無限増殖するようになりました。だからこそ実現可能になったトラップだな。最後の仕上げです。待機場所を作りましょう。ここは強制ではなく任意だが、とても便利なのでおすすめするよ。まず 3×3 の穴を掘ります。深さは3マスです。穴があったな。穴を掘ったら、階段を作りましょう。こんな感じになれば OK。そしたら動画のようにチェストを設置します。そしてチェストにホッパーを設置する。続いて、ソウル参道を5個ホッパーの上に設置します。ソウル参道を設置したら、ソウル参道の上にウィザーローズを設置するぜ。そして、左3マスを土ブロックで塞ぎます。あと、チェストの上も土ブロックで塞ぐよ。真ん中の土ブロックの上に亀の卵を置いておきます。左3マスの土ブロックの上にガラスブロックを設置するよ。高さは2マス。そして、亀の卵の周りにトラップドアを設置して、ゾンビピグリン用のトラップ完成です。トラップドアは閉じておこう。上は開けておいてね。ちょうどいい実験体が来た。こうしておくと、ネザーゲートから出てきたゾンビピグリンを処理することができるぜ。待機しながらゾンビピグリンを処理して、腐肉と金も手に入る。素晴らしいトラップです。トラップ側もうまくいっていることを確認しましょう。黒曜石の周囲のハーフブロックの下にシュルカーが溜まるよ。トロッコがシュルカーを処理槽に運んで処理します。うまくいってるみたいだね。一番左の2個のハーフブロックの下のシュルカーは処理されずに残るよ。もしシュルカーが消えてしまったら、あそこから現世に連れて行くのが楽ですね。さっきも言ったけど、トロッコは1個だけ走らせておこう。ちなみにネザーで待機していてもシュルカーは増えません。現世で待機しないとダメです。ちなみにシュルカーはデスポーンしないし、ピースフルでも消えないよ。豆知識。よし、これにてトラップは完全に完成しました。というわけで、1時間放置して、どのくらいシュルカーの殻が取れるのか結果を確認してみたいと思います。結果楽しみだな。AFK、AFK。1時間経過したので、結果を見に行ってみます。何気に腐肉と金が取れてるの笑う。なんかエンダーマンがいる。シュルカーいっぱいいるな。これは期待大だ。結果発表です。1時間でシュルカーの殻が407個手に入りました。これだけあればもうシュルカーボックスには困らないな。やった。普通にシュルカーを倒して殻を集めるのなかなか大変ですからね。無傷で殻が入手できるのは素晴らしいです。エンドシップに行く必要もないしな。というわけで、シュルカートラップの作り方の解説動画でした。いかがだったでしょうか。今回の動画が、少しでも皆様の参考になりましたら幸いです。シュルカーを連れてくるのは大変だけど、トラップ自体の作り方は簡単だよ。とても便利なので、良ければ皆様もぜひシュルカートラップを作成してみてください。
他にもマイクラの動画をいろいろ投稿していますので、よければぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. See you next time. またね。エンダーチェストにシュルカーボックスを27個詰めると、とても便利です。仮に64個のアイテムを格納すると考えた場合、27×27×64 イコール46,656個のアイテムを格納することができる。ラージチェストの場合、54×27×64 イコール93,312個のアイテムを格納することができます。すげー、便利すぎる。